はいどうもみさんです、お願いします。でも一度頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カンです。お願いします。お願いします。ということで、今日はお客さんが来ます。お客さんいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。まあ来るんですけども、東海オンエアのりょうくんです。りょうくんちょっとさ、緊張しない？でも僕はこの間 UFES の打ち上げで意外とりょうくんと2人で喋ってて、俺りょうくんと今2人で喋ってるって思った。いやファンやん。仲いいけど謎に包まれてる感じ。そう、なんかこうプライベート踏み込んでいいのか分かんない感じがするのよ。分かる。あ、めっちゃ分かるわ。その感じめっちゃ分かる。めっちゃ分かる。あ、俺でも話したのよ、この間 UFES の打ち上げで。やばい人だった。やばい人ってのは知ってる。だって働いてる時とかに、あ、この人やばいなって思ったんだけど。そうなんだよ。動画では出ないやばさがあるよね。パラオ生活もずっとしてて、戻るのが怖いっていう相談を受けた。なんで？ということで、今日はせっかくりょうくんが来てくれるんで、お互いでりょうくんにちょっとプレゼントをちょっと買ってこようかと思っております。縛りがありまして、100円のプレゼントをお互い買ってくる。で、1000円、1万円、3万円、5万円っていう、5回戦の勝負にしようかなと思ってる。その各価格帯において、どっちの方がりょうの心をつかめるか。そういうことです。りょうはもう分からん。何好きなんだろう。一番難しい可能性あるから。何好きなんだろう。ちょっと、それぞれで、ちょっとりょうくんに思いを馳せて、買い物に行っていきましょう。行っていきたいと思います。いや、ふざけたじゃん。なんでふざけてない。なんでふざけてないでしょ。プレゼント買ったじゃん。買ったよ、ほら。自分の欲しいもの買ってない。自分の欲しいもの買ってないです。俺、りょうのプレゼント選びすぎて、もうりょうのこと好きになってるから。俺、あ、そっちでしょ。俺、りょうくんになってるもん。ああ、そうなんだ。あ、欲しいもの憑依型だから。あ、そうなんね。りょうくんが単純に買い物したって感じです。価格が難しかった。やっぱり100円とかどうすればいいのか分からんかった。そうね。じゃあ100円からちょっと見せてきますか。僕はまあ本当にシンプルなこの名刺入れ。まあなんかあって損しないなという。素晴らしい、素晴らしい。100円のだし別になくしてもまあそんなに。銀色の名刺100円でした。僕いいですか。これ日本の C。 これね、1個理由あるんですよ。りょうくんサッカー好きなんですよ。日本代表のユニフォームとかすごい飾ってるんですよ。やっぱちょっと日本をこう主張したいのかなってちょっと思いまして。こっち選ぶんかな。100円だよ。いや100円でこんな。いや俺でも選ぶかな。それ適当に入ったところにあったやつ買ったんです。いやめちゃくちゃ選びました。次いきますか。1000円こちら、まだ量が来たら開けるんですけど、ラーメンです。おお、食べ物ってことね。ヌースタの牛煮込み混ぜそば。ああ、美味しいよね。をテイクアウトしてきました。結構かけじゃないそれ。でもお腹空いてるかどうかにかかるもんね。そう。彼がラーメン好きなことは知ってるんですよ。はい。だって俺一番最初に東海に会った時に、りょうにラーメンを買ってもらったの。ああ、はい。で、ラーメンですね。僕、1000円。こちらでございます。ちょっと不思議なコマ。でもこれはなんかりょう好きそうってのはわかる。はい。じゃあこれが1000円。1000円は、ヌースタの牛煮込み混ぜそばとコマです。いいんじゃないですか。次いよいよ1万円いきます。1万円。じゃあ僕こちらです。何ですか。ランニングセットみたいな。そっちなんかな、りょうくんって。いや、わからん。で普通に事務所の方に確認して、りょうの靴のサイズでぴったりになっております。素晴らしいです。僕もちょっと実用性の方にちょっと売ってます。この辺りからまあ値段が高くなるっていうのもあるんで、こちらでございます。めちゃくちゃいい USB なんですよ。あ、欲しいかもしれない。りょうくん最近編集とかもやってるんで、これめっちゃいい気がする。ありがとうございます。まあでもちょっと分かんないですね。分かんないですね。どっちを選ぶか。じゃあ続いて3万円のプレゼントをちょっといきますか。僕こちらです。お、何？じゃーん。これはめっちゃいいじゃん。ヤマダ電機にあったドライヤーの中でほぼ一番高くて一番人気のドライヤー、ぴったり3万円ぐらいした。うわ、いいわそれ。高級なナノケアっていうパナソニックのドライヤーです。待って、冷静にトミー強ないこのゲーム。りょうくん。え、何ですか？いや、僕も考えました。3万円で、プレゼントなんて、まあ、思いつかなかったんですよ、初め。まあ、俺も実用性。あったら嬉しいな、みたいな。まあ、無条件で嬉しいなっていう。ディズニーの1日ワンデーパスポート4枚。いやだからそれさ、お金じゃん。いやお金を渡してるのと一緒じゃん。ラスト5万。これ色が出るよね。これ色出ますね。5万円のトミーのプレゼント気になる。僕はやっぱり買い物したら最後やっぱここに行くんでいやそれは聞いてないけどね。はい、僕はやっぱここに行くんで基礎本能ですよね。グッチに行ってまいりました。超実用性を追求しました。はい、マネークリップです。おお、寮ってやっぱその海外とかめっちゃ行くし、行きますね。その旅行とかその遊びに行ったりするときにホテルの金庫に財布ごと入れちゃってマネークリップして外出るとか、そしたらまあ安心して酒飲んで酔っ払ってもまあ財布どっか行っちゃうとかないし、いいものってことですね。いいもの。いや僕、はい、まだちょっと開けれないんですけど、フィギュア買ってまいりました。何？いやこれね見てほしい。何のフィギュア買ったの？ゾウ。いやもう分からん。俺ねトミーは多分、うん、そういうなんかいいものあげるっていうのを思ってるから、うん、俺が買ったとこでおそらくもう勝てないなっていうところで、うん、なんかこれめっちゃ欲しいわってなる。ホームラン狙ったらね、もう探すしかなくて、これ部屋に置いてあったらなんかいいなって。ああなるほど。そのインテリアとして、インテリアです。なんか良さそう、なんか良さそう。なるほどね。買ってきたんで、はい、まあ開けるとこも含めてちょっとお楽しみにって感じで。はい、はい、うわ楽しみ。いやわかんないな。5品あるんで、はい、何勝何敗なんで、何勝何敗かっすよっていうことですよね。ああやだー、絶対勝敗はつくんで。そうね。いやもう 5-0 とかだったら立ち直れないわ。はい、ということでりょうくんが来るのを待ちたいと思います。はい、ということで、はい、りょうが到着しました。よいしょー。おかえり、りょうすノック。すごいね。大変なことしてるね。りょうすノックがね、LINE でちょっと遅れるズノックみたいな、そのズノックの大変さを感じた俺。ヒカキンさんにもズノックで連絡してるけど、マジで申し訳ない。なんか今から、なんかその、100円のもの、1000円のもの、1万円のもの、3万円のもの、5万円のものっていう5つのジャンルで、2品。登場します。で、究極の2択というか、どっちかはもらえる。でも、で、どっちかはもらえない。って思って、選択していく。ああ、面白い。なるほど。単純にもうどっちが好きかっていうのがいい。俺はこれが欲しいな。っていう。あんまり何も考えずに好きな方を選んでいただければなって思っております。じゃあ、1問目。お願いします、こちらでございます。なるほど。これ100円の勝負ですね。いい勝負するじゃん。なるほどね。どっちなんだろうな。決まりました。お、じゃあ発表してください。発表お願いします。僕が欲しいのは日の丸のシールズ。よっしゃ、マジか。よっしゃ、マジか。いや、名刺入れは、名刺入れならもっとなんかちゃんとしたやつを買って使わないといけないかなって思うタク。そうなんだよね。で、こっちはまあちょっと何って思うけど、あったらおもろいぞ。それはそうだ。それはそうだ。はい。じゃあ次行きましょう。2問目です。お、ご飯でございます。こちらは1000円以内の商品です。なるほど。大体ぴったり1000円です。こっちがラーメン、まあここに半熟卵入れてうまそう食べるみたいな。なるほど。でこっちはコマですね。1000円でなんかこうちょっと家具とかとしても使えるようななんかこうコマ。おお。じゃあまずこれ試していいですか？はい、開けてみますよ。はい。え、面白いな。回すズノック。え、これズノック？これズノック。これ正しい。それ正しい。これだけみたいな感じで言われてもね。回るだけですよ。それはまあそれは回るだけです。決まってますよこれ。あ、本当ですか。はい。じゃあ僕が欲しいのはこっちです。絶対そうだと思った。だってもう今日スカイピースと一緒にステーキ食って、その後にヒカリンさんと一緒にカレー食ってきたね。木下さんとこ行くんですよ。今から行くから。いやそうだよな。いやこれ勝つことないだろ絶対。いやタイミングのやつですよね。そうだね、これ消去法だったな。いやびっくりマークに見えるよっていうやつらしいんだけど。そうなるほどね。おお真ん中がね。いやこの負けた感ね。確かに。おおいいよ、なんかちょっと予想外だよやっぱり。ひろくん予想外だな。マジ？世間と違うよ全然。いや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 。でもね行きましょう次。これが面白いからね。はい。続いて行きましょうか。続いてはい1万円ですね。1万円の部門。はい。でこれは USB です。はあ。中身もまあ結構。おもろいズノック。おもろいズノック。おもろいズノック。これいいズノックね。で、こっちはランニングシューズとなんかランニングセットみたいな、靴下とかみたいな。なるほど。あと靴下、まあなんかおーいいズノックね。これは試着可能ズノック。ああ確かに、それは確かに辛いね。持って帰れるのがどっちかなんで、それはもう履いてみなきゃわかんないズノックだね。あぴったりズノック。ああなるほど。そうね、ここ一番大事だもんね。確かにね、これは面白いズノック。確かに入んなかった。いやいらん、終わりだもん、一番いらんから。なるほど。でこっちが USB ですね。容量があ確かに容量いくつも書いてある。8ギガです。8ギガなのこれ。8ギガなの。おもろいっすね。8ギガなんてめちゃくちゃおもろいじゃん。わーめっちゃおもろいっすねこれ。これで8ギガなん。笑えるなこれ。それおもろいわ。うわーでもこれもうめちゃめちゃシンプルにいいっすね。オッケー決まりました。はい、僕が欲しいのはこっちっすね。あーやばい。嘘やばい。もうかんだよ。世論とは全然違うよ。いやでもこれに関して言うとこれの方がおもろいなと思ったけどね。いやよかった、ありがとうございます。これ1万円なんだよね。すごいっすね。あと2問ですね。いやカンタ変なもん買ってくるね。そしたらいやそう、カンタはだから逆になんか人の心掴んでんのかなと思って。すごいっすね。また絶対カンタじゃん。そう、待ってよ、でもこれディズニーのチケットです。あチケットスナックが4枚。でこれはシンプルにドライヤー。3万円ですからね今回。いやーいいズノックね。これはさすがにいいものズノックね。単純にこんなのいいに決まってるもん。確かにね。これディズニーの券も普通に使えますからね。もらえます、もらえます、間違いないですね。普通にそのまま使って楽しめる。ディズニー普通に行きたい気持ちはあるズノックよ、もちろん。確かにね、これは決まったズノック。はい。これはこっちズノック。ああよかった。だよね。よかった。でもそうだよね。もうこれはうち水溜りボンドで行くの見たいなと思ってここに置いてきたやつ。4万からね。4万。ありがとうございます。もうラストでございます。5万円の部門でございます。5万円のものもらえるんです。高いよね。かかった企画。この企画金かかってますね。金かかってる。あ、グッチ出てきました。うわー、グッチお兄さんいるじゃん、ここに。出しますか。はい。じゃあ、こっちから出します。はい。させていただきます、ドッグ。オープン。はい。そういうもんですね。オープン。5万円ですからね。ほう。マネークリップですね。うわ、いい。いけてるな。これ。5万円の品ですからね。へえ。いや、だっけ。これがじゃあ、グッチのマネークリップですね。でこっちもじゃあ出てください。はい、これ怪しすぎるズノックよ。軽っ。ほう。じゃあ開けるズノック。何かしらのそれっていうのは聞いてたんですけどね。ゾウゾウゾウ壊れましたね。両ズノック壊しズノック。違うズノック。一旦5番の何か壊しズノック。これちょっと待って、何なんでズノックこんな簡単に取れていいわけないズノック。あどこだったの。あめちゃめちゃいるやつズノック。ちゃんと壊れたんだ。これはフィギュアです。だいたい5万円ぐらいでした。愛があるんですか、誰かこれに。いやないです。いや普通にりょうくんが欲しいかどうかっていう話です。うわおもろいズノックな。これでもりょうのその個人チャンネルとか見てる感じ、もしかしたらりょうがこういうの置きたいかもしれないっていう。おでまあこっちは寮のなんかそのライフスタイルを見てる感じ、こう海外とかでなんか財布持って出るよりはこれどうで止めてパスした方が安全だったりするんじゃないかみたいな。言ってるな。なるほどね。しかも持って帰れるってことですからね。そうですね。めっちゃ楽しい企画すごくね。確かにね。ラストですよ。これ結構もうあれなんですか、寮の中のアーティスティック部門的なところで言うと合格ラインは超えてるんですか？いやでも何それ、俺がちゃんとしたアーティスト正直これが5万円って聞いた時に好きになる。ああ確かに価値ちゃんとついてるんだっていう。なるほど。これに価値あるっておもろくないか。ガチで一撃で取れる。でもこれはね、普通におしゃれスノックね。いいスノックよこれ。決まったスノック。はい、5万円の品で僕が欲しいのはこっちです。いやー、やっぱそうなんだ。やっぱそうなんだ、量は。いや、おかしいんだよ、この人。絶対こっちスノック。そうなんだ。いや、よくよく考えたら、これ変スノック。変ではあるね。めちゃめちゃいらないスノック。いらないスノック。なんでいらない方を買ってるの？でもね、いらないものに5万ついてるっておもろいからね。おもろいんだよ。いや、りょうくんありがとうございます。ありがとうございます。ということで、4対1でカントの勝ちでした。いや、りょうくんやっぱ変な人なんだよ。でもだからりょうのそれを見抜いてたんだよ。だから俺は話して思ったんだよ。めっちゃ変だからカンタがやってきたものを俺が気に入っただけで。そうですね。いやめっちゃ変、一番変。オープニングでこう説明してる時めっちゃ不安だった。いやもうおかしかったからね。あの時はもう、いやカンタちゃんとやろうみたいな空気があった。りょうがこれ成り立たなくなって、俺が 5-0 で負けちゃったらこれ面白くないからどうしようみたいな。そう。でしょ。なんか結局なんか。カンタが不安すぎて、もうほぼそれお金だよっていうディズニーのチケットがダメだった。そうなんだ。ありがとうございます。めちゃめちゃ楽しかったですね。はい、じゃあ今日はね、なんかりょういろんなところのチャンネルに出てるんで、何してんのっていうやつね。何チャンネルに出てるんですか？今日10弱です。10弱だな。 YouTube じゃん。もうりょうくんが YouTube 上に俺いっぱいいるですね。はい、ということで以上、きょうのみつさんよんでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。